瑠璃袋 50g、 セイラの殻 15g、 さらに積み立ての瑠璃ユリを潰しろ過すれば薬となります。おや、この処方に何か問題でも？いえいえ、白先生の処方はどれもよく効きます。問題だなんてとんでもない。ただ私に薬のことを依頼したのはモンドに住む兄弟でして。モンドでは、これらの薬剤は入手が困難ですね。ええ、それに瑠璃売りだけは元より安くありませんし、積み立てとなると。アンソニーのやつ、またバイトを掛け持ちすることになるでしょう。ふん。この新たな処方は以前のより効き目の速さで劣りますが、根本から徐々に体を整え、長く患っている方に適しています。薬剤もモンドで手に入るものです。ええ、草スライムに飲み込まれたラズベリー、いくらなんでもこれは奇病には気薬で対抗するべきなんです。処方は他にもございますよ。トカゲの尻尾、そしてカエルの皮を煮込み長生の唾液を。さっきので大丈夫です。今唾液が何だって